皆さん、こんにちは。たてしなプログラミングの姫野です。この動画では、組み込み開発をフルリモートで業務委託契約して取り組んだ話ということで話したいと思います。組み込みエンジニアって、リモートワークが難しいと言われている仕事、今はもうそういう時代ではなくなっている。組み込み開発のリモートワークが可能になっているという状況です。どういうことかっていうと、SOC に自社技術を乗せて、そのサービスを売るっていうやり方ですね。その SOC っていうのは、例えば有名なのだと、ラズパイとか、M5 スタックとか、そういうものをですね、SOC だけでも使えますし、モジュールをくっつけることによって機能を拡張できたりするんで、本格的にやりたい場合は、自分たちで基盤作ることになると思うんですけど、とりあえずの形を作るには SOC が最適っていうところになります。っていう流れがあるんですけど、ほとんどの企業は組み込みのリモートっていうのは難しくて、基本は出社になりますよね。リモートで週1出社とかもありますけど、私のやってきた感覚からすると、週4日リモートで働いて週1日出社してっていうのは効率が悪い。一番最初の作ってる段階でリモートワークは可能だと思うんですけど、基盤ができて動く環境が整った段階になってからは、リモートワークってちょっと難しいと思っていて、この開発の段階によるんですけど、一から全部組み上げる案件は、まあリモートワークには向いてない。まあ、っていう、まあ、状況でして、そのフルリモートでどういう仕事をやったかっていうことになりますけど、私がフルリモートでやった仕事は、M5 スタックでプロトタイプを作るっていう案件になります。補助金絡みのこととか、まずお客さんに出した時の反応を見たいとかそういうのがあって、取り急ぎで作れる SOC のプロトタイプをまずは作りたいってことで、という次第ですね。簡単に図で書いてるんですけど、私が M5 スタック作って、あとスマホアプリも作りましたね。これ、コトリンで作ったんですけど、Bluetooth で M5 スタックと通信させて、リアルタイム表示するとか、遠隔で制御するとか、アプリも作りましたね。見込み機器の開発と、アプリ開発をやったという感じです。で、クラウド側はちょっと別にやってくれてる人がいたんで、M5 スタックから、もしくはスマホアプリから、ネットワーク経由でクラウドにつなげて、そのデータの保存とかするっていう、ものでした。で、まあ、結果的には、まあ、リモートワークはうまくいきまして、なんでうまくいったかっていうと、まあ、M5 スタックを使ったっていうのが、まず大きい。まあ、インターネット上にいろいろ情報も転がってたりしますし、なんかつまずいた時も解決しやすかったですね。この案件で言うと、発注者ですね。発注者がエンジニア出身の社長だったんで、いろいろ話が早かった。ズームで進捗どうですとか、ここをこうした方がいいんじゃないですかとか、自分からこう言ったりしながら、ものに落とし込んだというところですね。で、まあ、報酬は、これ8ヶ月ぐらいやって100万だったんですよね。安請け合いしちゃったんですけど、もう今は組み込みの、案件もエージェントの紹介いただけるような感じなんですよね。なんでちょっと8ヶ月で100万、まあ、M5 全部作って、Android アプリも作って、ドキュメントも全部作ってって結構大変だったんですよね。なんか特にこのスマホアプリ関係なんてちょっとよくわかんなかったんで、クリスマスとかお正月とかプログラム書いてたんですよね。ちょっと愚痴みたいになっちゃいましたけど、まあ、まとめですけど、組み込み開発はもう今の時代リモートでできます。で、エージェント経由で案件を紹介していただくこともできますし、ちょっとこれは別の動画でまとめます。まあ、とはいえ、まあ、大多数の組み込み開発っていうのはやっぱり出社して、その基盤、自分たちで作った基盤の動作確認とかをやらなきゃいけない感じではありますね。なんで、その一部リモートとかはありますけど、基本は出社する案件がやっぱり多いとは思います。案件の取り方を別の動画でまとめたいと思いますので、とりあえず、組み込みエンジニアとして、ある程度のキャリアがあれば、フルリモート仕事できますよっていうところだけは、知っといてもらえると、その自分の将来的なキャリア設計にもつながっていくのかなとは思います。
はい。ウェブ系だけがフルリモートじゃないんだぞっていうのが伝われば、嬉しいです。この動画は以上で終わります。ありがとうございました。